おはようございます。簡単マイコン教室、おっちゃん先生のどいです。月火水はマイクロビットを使って JavaScript や Python の勉強をしています。特に今日は最後の水曜日は Python への変換をチャレンジしている日になり、曜日になります。で、今週はマイクロビットの加速度センサーを使って加速度センサーを使って移動平均でこう加速度を0.1秒間隔に滑らかにデータを取るっていうようなプログラムを、これ今見てもらってるのは JavaScript で組みました。で、これをまず、まあ今日はいつものように Python にするので、これを Python コードにしてみましょう。で、これを Python コード、昨日少し Python 関係の予習をしたんですが、ここで以下のプログラム、JavaScript のプログラムをマイクロビットのでにしておきましょうか。で、実行できる Python コードに変換してくださいとし くださいとして、ビット貼り付けてポンと渡すと。で、このプログラムをしてもらっています。指定さ、可能ですと。で、まあ、マイクロビットのインポートで、レディオ。加速度でレディオって何を使うんですかね。レディオって無線なのかな。無線通信って特にしてない気がするんですが。なんでレディオをインストールしてるのか。シリア通信で、そしたがって、さっきシリアルのこと言ったからですかね。移動平均してる説明もしていて、で、まあ、サムになるっていうのは、これ、先週も出てきたのでいいんですが、うん。インポートレディオの意味がよくわからないですけどね。これちょっと聞いてみましょうか。うん、ですよね。ごめんねって謝ってますね。だからインポートはなく、やっぱりレディオはなくていいみたいですね。これをコピーして、まず実行できるか確認してみましょう。マイクロビットのレッツコードの Python エディターでいつも実行しています。で、コントロール A でつまんでビット貼って、レディオいらないので消させてもらって、はい。で、実行してエラー出ませんかね。実行してもエラーは出ません。で、シリアルからはこんな風に出ていて、加速度を動かすときは、シェイク、これですかね。どこでシェイクするんだろう。うん、これで加速度が出て、これで X 方向を揺すれるんですよね、多分ね。こんな風に揺れて、Y 方向も揺すれて、で、Z 方向も揺すれてっていうので、シリアル通信で出ていて、で、今これ20秒だから30秒経つと止まると思うんですよね。で、こんな風に出ていて、一応動いているということになるので、Python のプログラム書き込んでみましょうか。セーブ。名前がない。で、マイクロビット選んで書き込む。名前つけたらよかったですね。アンタイトルドになってしまいました。で、今、チカチカしながら書き込んでいます。私の顔って出るのかな？これで出るのかな？今、チカチカしてて。で、Python じゃなくて JavaScript で書いていて、それで Python に変えるときはすごく時間かかるんですよね。でも、書き込みが終わったんですかね。点滅終わったので。で、これで画面で見るときは、まず、ここ、名前つけておきましょうか。
Python の、Python のログ ACC としておきましょう。で、これで、で、もう一個メイクコデータ立ち上げますか。マイクロビット ORG のレッツコードのメイクコードエディターで、テスト。これにしましょうか。これを借りて、で、シリアル通信動いているので、デバイスが出ますよね。で、今動いている Python のプログラムで、なんとコードは読んでる。あ、でもこれな、この形式なので、ここには出せない形式になってますよね。まあ今日はちょっとコードは割らず。以前はこれアクセル X、アクセル Y というので出て、ここが XY とかタイムとかになってたんですが、今は時間になっていて、で、ここはなってる。これなんかでも実時間になってるのかな？カウンターで動いていて、これちょっと実時間になってないような気がするな。30秒長いような気がしますよね。一応30秒経って止まりましたが、ここなんか綺麗な数字になりすぎていて、実時間で動いてるのかな、これ。タイムが実時間を残すようにしてほしいですよね。そんな難しいこと言ってちゃんと対応してくれますかね。あえて難しい言葉で言いましょうか。私の顔消しますね。タイムインデックスをカウント値ではなく実時間で出力してくださいと。かなり人間に話しかけるチックに話しています。わざと丁寧にするんじゃなくて、なんか今のプロンプトのっていうか、チャット GPT の流行りはいかに高性能に動くようにこういうコマンドを書くかっていうことなんですけど、私はまあなんか普通に書いてどれぐらい動いてくれるのかなっていう関心でやっているので、な感じにしてます。実時間のためにタイムを使おうっていう作戦にしてくれて、これで取ると。で、これで実時間のタイムインデックスを取ってくれるかなというので、はい、今プログラム一生懸命書いてますよね。一応ここでランニングタイム、ミリセコンド、まあこの辺りで、で、これランニングタイムを取って、ここでランニングタイム引くこれでっていうので、なんか実時間を拾おうとしているようなプログラムに、ここにも、これ実時間書いてますよね。本当は計測した実時間を書いてほしいんですけど、まあ、そこは誤差かな。本当はだからここの頭ぐらいにタイムを計測してほしいんですけどね。まあこうなると自分で書いた方が早いかもしれませんね。ここで実時間計測してるので、こう計測した時とこの処理が噛んだ後のこの if 文の中のここの実時間なんで実際ずれちゃうので、こういうところはちゃんとプログラム自分で組むときは注意して修正した方がいいと思いますよね。はい。で、このプログラムに変えて、これに戻して、Python エディターに戻して、動くか、まず。で、ここ潰れてますけど、実時間には変わってる感じになってますよね。で、これで書き込みましょう。これで同じ要領にマイクロビットにこのプログラムを書き込んで、次は早いと思うんですよ。私の顔が出る前に、もう終わった。まだ終わってはない。まだチカチカしてるんですけど。計測が始まってもチカチカになるのかな。あ、でももうプログラム変わってますよね。これ開っている値が見えますかね。ここがさっき数字で秒で出てたんですけど、これで実時間に変わっています。これでまあ 0.1 秒刻みぐらいか、実際遅れ、どれぐらいのループでちゃんと回ってるかっていうのは実時間を残しているので、遡れると思います。はい。で、今日の主題はこれではなく、これではなくてって、まあこれはできるだろうっていうことで来たんですが、これを昨日やった Mac の
Python 環境でプログラムをこれでって言うすってわからないか。これが出している、ここから出しているシリアル通信を Mac の Python で開いたいというのをしようとして、昨日いろいろ予習ということで少しやりましたが、復習して戻ってきますと。で、昨日はどこでやったかっていうと、ここかな。Mac にインストールされた Python 3の環境の上で、上の加速度のシリアル出力を出力して画面に表示するプログラムを作ってくださいと。まあ、グラフで出したかったんですけど、ちょっとそこまでできるのかどうかわからないので、とにかくあんまりもうグラフ表示とまで言わず画面に出してくださいって言ったら、シンプルに Py シリアル、これまあよく上等する手段ですね。これインストールして、インポート Py シリアルとタイムインデックスつけて、これでぐるぐる回せば出てくるよと。で、これ本当かなと思うんで、これちょっとやってみようと思います。まず Python 環境を動かしますので、きれいに動くかな。ターミナルを起動して、ターミナルの文字を大きくして、で、Python バージョン3の 8.35 が入っているということで、PWD、私の階層はここなんですけど、開発環境の階層に移動します。ちょっと、CD のデベロップメントの Python、ここに置くようにしてたのかな。ここにいろんなモジュールを置いていて、で、ロスだとか、スクロール Python だとか、もうここに Python コード、ドットで直に置いてるんですね。ここにプログラムを置こうと思います。エディターを立ち上げて、で、立ち上げている間に、さっきの Python コード。これ、エディターですね。で、これですね。この Python コードを持ってきて、エディターに、まだ起動してませんか？もう起動してるのかな？起動しましたね。ここに貼り付けて、で、セーブアズで、名前ですね。デベロップメントの Python。ここに、同じ名前にしておきますか。pylogacc.py と。で、この名前で保存して、で、先ほどの環境で存在を確認すると、ここにありますよね。これを python.py-、これ。なんかいっぱいエラーが出ました。多分これ見えないんですよね。で、チャット GPT 教えてるように、ここの、この数字、ここ、TTY のこれ、これは調べなさいよっていうので、確かコマンド付きで、これですよね。これをして、探して、ちゃんとマイクロビットの番号を割り当てろよって言ってるので、それを実行しましょう。ビット貼り付けて。で、すると該当が出てきて、私の場合は tty.modem の1130に、ここを11302に変えてやる必要があると。ここを1132と。で、これでセーブしました。で、これでもう一回呼び出すと、今度エラーはなくなりましたが、で、こちら側を再起動しました。ちゃんと動いてますね。まあ、これぐらいのプログラムだったら組んじゃうんですね。これで、こいつのデータが取られて、ここに出てきていると。テキストですけどね。で、ここに出てきてるっていうのは Mac でちゃんと受信して Mac 側で解釈できてるっていうことなので、まあ、これを拾って、それぞれこれ解釈して、プログラム組めば Mac 側のプログラムが走ると。で、たまに文字通信でこのあたり見てみると、こう括弧が欠落していたりとか、
いうのがあるので、この辺もだから化けてますよね。こういうのは数字した後、ちょっとプログラムを直さないといけないかもしれません。はい、今日はこれぐらいにさせてください。本当は綺麗なグラフかなんかでね、出るようなプログラムが組めればいいんですが、まあ、そこにはちょっと時間がかかりそう。まあ、チャット GPT がもしかしたらさらっとやっちゃうかもしれませんが、まあ、どうなるかわからないっていうのはね、深みにはまるとちょっと今日は嫌なので、これぐらいにさせてもらったらと思います。だから Mac 側の Python のプログラムもちゃんと対応して、まずマイクロビット側のシリアル通信のプログラムを書いて、でそれを受け取る Mac のプログラムを書いてって言えば動きますし、まあ、今日書いた Python は Mac でやってますけども、 Windows でちゃんと Python 動く環境をしてもらえれば同じように Windows 版でも動くと思います。ただシリアル通信の割り当ての仕方が Mac の場合はスラデブ、スラ DTY ドットみたいな形だったんですけど、Windows の場合だったらコムポート何番みたいなので、確かコム4とかなんかそんな風に書くんじゃないかなと思います。はい、まあ、そのあたりもチャット GPT をお持ちであれば質問しながら進めていただければと思います。はい、今日もご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは毎朝朝6時に、月火水はマイクロビットを用いた JavaScript と Python の勉強をチャット GPT と一緒にしています。木金土は VR チャット上でメタバース空間を作ろうということで、これはもう本当に悪戦苦闘しながらやってるところを、まあ、勉強の日記みたいな感じで動画を残させていただいてます。もしよかったら一緒に勉強してください。はい、ということで、もしよかったらですね、チャンネル登録していただいて、毎日毎朝お付き合いいただければと思います。今日もご視聴いただきありがとうございました。